シーラ・ジョーダンはアメリカ出身の歌手、音楽家。アップライトベースを唯一の伴奏として使用し、ビバップとスキャットジャズの歌唱スタイルを開拓した。スコット・ヤナウは彼女をあらゆるジャズシンガーの中で最も一貫して創造的な人物と評価し、チャーリー・パーカーは彼女を100万ドルの耳を持つ歌手として紹介した。1928年11月18日に、 ミシガン州デトロイトで生まれる。母親はアルコール依存症で虐待的な夫と結婚していた。母親がまだ17歳だったため、ペンシルベニア州に住む祖父母の下で育ち、15歳の時にデトロイトの母親の元に戻った。彼女はデトロイトのジャズクラブで歌い、ピアノを弾いた。1951年、彼女はニューヨークに移り、レニートリスターノや、 チャールズ・ミンガスラとハーモニーや音楽理論を学ぶ一方、彼女はパーカーを死と仰ぎ、チャーリー・パーカーの音楽を熱心に研究した。1952年、パーカーのバンドでピアノを演奏していたデューク・ジョーダンと結婚。1955年には娘のトレーシーが生まれた。彼女とパーカーは、1955年にパーカーが亡くなるまで友人としての関係が続き、 彼女はパーカーを兄のような存在として慕った。ニューヨークへ移った後、彼女は広告代理店でタイピストとして働く傍ら、クリニッチビレッジのクラブでピアニストのハービー・ニコルスとライブを行ったほか、ニューヨークのバーやクラブに出演。長年にわたり仕事を共にすることになる名優スティーブ・キューンとの関係も1960年代初頭に始まった。 1962年、彼女は、ジョージ・ラッセルのアルバム、ザ、er ・アウター・ビュー内の楽曲、ユー・ m ー・マイ・サンシャインの録音に参加。同年、初のリーダー作、ポートレート・オブ・シーラを、ブルーノート・レコードから発表。彼女はまた、ドン・ヘッグマン、ディー・コニッツ、ロズウェル・ラットラと共演した。私生活では、オット・デュークの薬物使用量が増加し、1962年に、離婚。 娘を育てるため、以後20年間フルタイムで働いた。音楽に専念できるようになるのは58歳を迎えてからのことだった。1974年、彼女はニューヨーク市立大学シティカレッジでアーティスト・イン・レジデンスを務め、1978年から2005年までの間教鞭を取った。2006年、マンハッタン・キャバレー・クラブの生涯功労賞を受賞し、 音楽の非常勤教授として28年目を迎えた。彼女はマサチューセッツ大学アマースト校やバーモントジャズセンター、インタープレージャーズアーツ及び国際的なワークショップで音楽を教えている。1975年に彼女はイーストウィンドレイベルからアルバムコンファーメーションを発表。翌年彼女はベース奏者のアディルド・アンデルセンとアルバムを制作。 スティープルチェイスレーベルから発表された。1979年、彼女はスティーブ・キューン、ハービー・エス、ボブ・モーゼスと共にカルテットを結成。1980年代には、ハービー・エスとデュオを組み活動、いくつかのアルバムを発表した。1987年まで彼女は広告代理店で働き、1989年にアルバム、ロスト・ファウンドを録音した。 2012年、彼女は、NEA ジャズマスターズ賞を受賞。2014年、歌手兼教育者のエレン・ジョンソンによって書かれた彼女の、電気、ジャズ・チャイルド、A ポートレート・オブ・シーラ・ジョーダンが出版された。カーラ・ブレイのアルバム、キャメロン・ブラウンのアルバムジェーン・バネットのアルバムジョージ、グランツのアルバムボブ・モーゼズのアルバムロスウェル・ラットの、アルバムスティーブ・スワローのアルバム。ありがとうございます。